はい、どうもこんにちは、ピアソニーです。今回初心者の方でも分かりやすいように、チャットの使い方完全解説やっていこうと思います。まあ最近ね、チャットの仕様が、まあ若干変わったりしたんですけども、まあ最初にね、初心者サバイバーが行き継ぐ壁が、なんか味方がチャットめちゃめちゃ打ってくる。それどういう意味なんとか、じゃあ逆に自分はどういうチャットを打てばいいのかっていうね、まあそういった疑問に、ぶつかるかなと思うんだけど、本当にこのチャットってね、ボタン打つだけで、本当にめちゃめちゃ操作は簡単だし、使うことができれば、もうサバイバーの連携がね、もう数段上のレベルに上がるね、まあめちゃめちゃ便利な機能ということで、すべて解決していこうと思います。本当にね、ゲーム開始なんか60秒ぐらいで先に受けを打ってたりとか、それどういう意味なんていうのを全てね、解説していきます。じゃあまずはチャットの設定からしていくんだけども、この辺がね大丈夫だよって方は試合まで飛ばしてください。でこの辺の細かいゲームの設定とか全て、解説した動画があるんで、そちらもねよかったら見てください。ということでここですね、定型文設定、ここを押して、まあいろんなチャットを設定することができますね。最大16個で、まあ入れる意味合いはまあ基本的にね、同じ内容が被んなければ絶対大丈夫ですね。まあこの辺の先に行くよと、暗号機寸止め中、暗号機寸止め完了、こんなん3つ入れてるの意味ないんで、まあ大体1個の意味で、完結するものを選んでください。で俺は大体こんな感じにはしてはいるんですけど、まあ基本的に俺はもうめっちゃ昔が第五人格やってて、昔で第五人格チャット6個しかなかったんですよ。でこの6個があったから、それに足してどんどん、次々増えていったって感じだから、まあ基本的には上の方が押しやすいんで、よく使うチャットをね、上の方に設定するのがいいと思います。で俺はずっとリスト型で使ってたんだけども、最近始めた方は円盤をにした方がいいのかな。なんかこの円盤もリストも全て仕様ってやつ、まあ多分これが一番いいよって、まあみんな結構コメント欄でもおすすめしてたんで、まあ全て仕様にして、まあ使用頻度が高いやつ、まあ先に行くよとか、ハンターが近くにいるとか、まああとはアイテム残量情報とかを、上の方にやっとくといいのかなと思います。まあこの辺はね、好みで変えてください。自分のね、チャットを急に変えたくないって人はここのやつを押したら、チャットのテンプレとかもなんかたくさんあるんで、そこで、別のやつを選択して、まあ、今回設定するとかしたらいいかなと思います。で、まあ、こんな感じでいろいろ、やっていきます。まあ、この辺の細かいものは全て試合の中で話していこうかなと思います。で、一応ね、チャット選びのコツもあるんだけど、意味合いが伝わりやすいものにするのがいいと思います。例えば、この、地下室はこっち、まあ、脱出口はこっち、今8番に設定してあるんです。これと、一定私は脱出口に行く。これ、どっちもあるんだけど、俺のおすすめは、まあ、脱出口はこっちの方が、味方に行ってもらいやすいっていうのがあるかな。まあ、この、私は脱出口に行くっていうやつ、まあ、それもすごい断定的なやつだからすごい使いやすい、まあ、その状況になったら強いんだけど、もしかしたら味方が、あ、この人はハッチに行くんだって勘違いしちゃうかもしれない。もう自分はハッチはこっちにあるよっていう気持ちで打っただけだったのに、あの人はハッチに行くんだ、ちょっと立ち回り変えなきゃってなる可能性があるんで、まあマルチで使えるような、選び方をするといいかなとは思います。さあ、ということで始まりました。実践に沿って、チャットの使い方を解説していこうと思います。まずは最初に自分の場所を知らせてあげるために、チャットを打っていきましょう。はい。解読に集中して、あ、みんな打ってる、いいね。もうこれがですね、なんのこっちゃって思うかもしれないんですけど、これを最初に打ってあげることによって、まあ、特にね、スポーン戦とかない、場合とか、今みたいな感じの丸戦とかだと、味方の位置を、把握することによって、大体これ、ハンタースポーン位置で分かるようになってます。スポーン位置ね、全然覚えてなかったとしても、大体ハンターを中心にサバイバーが扇形に、湧いてるんで、今みたいな感じを見たとしても、まあ道こまにハンターが湧いたことが分かりますね。でここで移動してる状態が見えるんで、骨董所は若干隠密をかましたから、最初の解読が遅そうってことがもう今の段階で、読み取ることができます。で、まあここからいろいろすることがあるんですけど、まあ、とりあえずですね、この投稿時間をチラチラ見てください。ここによって、投稿時間が177秒、ここで、試合がねちょうど1分間経過で、鬼没が溜まると同時なので1分間経ったタイミングで先に行くよ。これ打ってあげることによって、あ、セーブしてるか、もうこれ鬼没あるんだ、じゃあ乗り越え気をつけようとか、まあ、その磁石で、工場消しちゃうとか気をつけようっていうような、ことがすることができる。あー、電車乗ってる、ナイス。あ、味方も打ってこの先に行くよ。まあ、唐突になんか暗号機半分ぐらいで先に行くよっていう人いない。それはね、大体この鬼没が溜まったよって教えてあげることが多いですね。で、もう一個最初にゲーム開始直後に、1秒後ぐらいに先に行くよとか、私を助けなくていいとか打ってることがあるんだけど、それに対しては、基本的には、何のハンターかを伝えてることが、主な役割になってます。先に行くだった場合は奇襲系ハンター魔女と、ジョゼフで、私を助けなくていいだったら、ボンボンとかガラティア、その2キャラクターが、上げることが多いですね。まあ、特に占い師とかいたら、占い師の人がチャット打って、ああそうなんだっていう感じで、まあ、奇襲、まあ、カメラがないかどうか探したりとか、いう感じになってますね。で、まあ、シルクルとかだったら、まあ、早く逃げてとか上がったりはするかも。その辺は大体結構ざっくりになってくるけど、まあ、特に魔女ジョゼフの時とかは、まあ、特にね、しっかり、上げてあげましょう。よし、とりあえずここで上がりきるわ。で、まあ、ようやくここからいろんなチャットの解説をしていくんだけど、まあ、とりあえずですね、やることは、チャット打ちまくろう。めっちゃ打ってください、チャットをね。うん。
まあ、基本的に打ちすぎて、困ることは、まあ、たまにごちゃついてわからんことはあったんだけど、今みたいにね、今の環境って、その、どの人のチャット位置でも、素晴らしくね、わかりやすくなってるんで、ごちゃついてどっちのチャットの方角かわかんないってこともないんで、もう基本解読中はもう7秒に1回チャット打てるんで、もうひたすら解読の進捗をチャットしてあげる。まあ、解読1段目はそんなに影響なかったりするんだけど、その、どこを回してるんだってわかりやすいから、味方がね、あそこ引きずりなんだってわかることもできるし、別の暗号機、回すかどうか、まあ、そこの暗号機が上がるんだったら次回ってね暗号機を探しに行こうっていう動きができるんで、まあ、とにかく回復が、まあ、早くなることも挙げられますね。さあここから救助向かいますか。うん。で、まあ向かっていくんですけど、基本的にやっぱ救助行く人は、救助もこのなんかサバイバーがダウンしたもう瞬間ぐらいに、助けに今日チャットを打ってあげてください。もうこんな近づいて打ってもこれ大して意味ないんで早めにこの救助行くチャットは打ってあげなきゃ、まあ、今みたいに俺がオフェンスとか、まあ、傭兵とかだったら分かりやすいんだけど、ついてきて、味方持ってるな。全員等倍速キャラクターとか誰が行くか分かんないってなって、5割超えとかなっちゃうこと多いんで、救助行きたいって思ったらもうすぐね、味方がダウンした瞬間に打ってあげましょう。めっちゃ来てる。死にたくないよ。死にたくないね。はい。で、このついてきて味方がすごい打ってると思うんだけど、これに関しては、ダウン粘着してほしいっていう、意味合いが込められてますね。いや、俺、死にたくない。助けて、電車お願い。あ、生かされてゆく。オッケー。まあ、みたいな感じで、今これで、ね、いい連携、ナイス。これ、俺、タック入れるわ。2回目。ちょっと、参考に当たったんだけど。どうなっとるんだよ。ちょっと失礼しますね。もうこれ、俺、回しに行こう。あそこで普通に90点もらったら上がるからな。ナイス、ナイス、ナイス。オッケー。まあ、といった感じの役割があったりとか、その、上手い人もなんかダウン粘着とかさ、粘着めっちゃ決まってるのって、粘着する人の力量、6割、ね、ダウンする位置を選ぶ人の力量4割だから、そのダウン位置がすごくきつかったら、どんだけ上手かったとしても全然粘着できないってなりがちなんで、まあ、粘着するんだったらついてきてチャットとか、まあ、あと、祭司とか昆虫ガシャとか、そのサポート系のキャラクターとか、サポートアイテムを使うときは絶対についてきてチャットを打ちながら向かってあげると、あ、向こう側になんかあるんだっていう風になるので、ついてきてクリアスクはなります。またでも、ランクマ、ノラランクマにおいて、やっぱサポート系、サバイバー、これまずいな、うん。サポート系サバイバーってすごい難しいから、ワープ張ったとしても、ついてきてチャット打ったとしても来ないことは、まあ、多々あります。だから、もうその、自分がめちゃくちゃ向かう、もう思ってるよりめちゃめちゃ向かうぐらい、目の前に行くぐらいしない人、結構難しかったりはしますね。で、まあ、他のチャットの例で言うんだったら、まあでも他はまあ、まあ本当に、やばい。気を使った。オッケーオッケー。まあ、じゃあなんとかなるか。まあ、他はまあ本当にその意味合い通りで、まあ、特にあれだね、結構動画で言ってたりはするんだけど、アイテムをしっかり使い切った後とかは、とか、その、自分がファーストチェイスになりましたで1回目捕まりましたってなった時に、味方の救助職の人に対して、アイテム残量を表示チャット。それをめちゃめちゃ打ってあげるのをすごく、俺は推奨してますね。例えば、炭鉱者の場合、磁石が今1個あるのか、それとも0個で溜まってるのか、溜まってないのか、で、結構早めに死んじゃった場合は、9割救助にして磁石を溜めさせる時間を作ろうとか、っていう風な考え方ができるんで、まあ、とにかく、まあ、チェイスが終わったりとか、アイテム終わった後は、アイテムチャットを打ってあげるのがすごく好ましいかなとは。思います。まあ、俺今打ってないですけど、打ってないんですけどね。はい。まあ、そういうの打ってあげると、すごくいい感じになるかなとは思います。これやばくね。ナイス。これも寸止めだな。オッケーオッケー。まあ、なったら離れてあげよう。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。まあ、慣れてきたら、そんなね、チャットなくても、だいたいこのぐらいの時間でも寸止めなんだなって感じで、今みんな分かって、離れてるけど、まあ、ゲーム、なんかいる。ゲーム、始めたての人はね、今がもう寸止め完了なのかどうか分かんないっていう人も多いと思うんでね。まあそういった人はもうしっかりと、暗号機寸止めだったら寸止め完了とか先に来るチャットを打ってあげてください。まあ一応言っとくけど、先に来るチャットの意味はこのね、暗号機、もう寸止め仲直りを発動させますよ、させれますよっていった状況で、まあこの先に来るチャットで待機してますよっていうアピールすることがまあ大事かなと思います。うん。でもあとはその脱出口がこっちとかっていうチャットは、そのハッチをね見かけたらすぐ打っといてあげた方がいいと思います。まあそれによって味方のね最後の、チェイスで逃げていく方向とかっていうのも変えれるんで、とにかくチャットをまあ、ハッチがあれば、ハッチはこっちチャット打ったりとかするのがすごく、大事になってくるかなと思います。さあ、これ向こう側、ターゲチェンか、まあ、こうやって通電後とか結構ね、誰が、中間待機するとか、誰がゲート開けるとか難しいんだけど、こうやって味方の位置把握するためにもしっかりとチャット打ってね、ゲート開門中とか、もう何にもなかったとしても、すぐ解読に集中してでもいいから何でもチャット打ってあげましょう。もう本当にね、解読に集中してチャットが、ね、一番大事で、もうあれは、もう打ってれば打ってるだけでいいからね。で、
一個大事なのが、その、自分がチェイス中に占い師がいる場合にハンターが近くにいるチャットはあんま打たない方がいいですね。これもうね、占い師使ってるのにめっちゃそうなんだけど、味方がずっとね、ハンターが近くにいるチャット打ってるせいで、結局その、フクロウに対して、フクロウ見たい時って見てる最中はずっと解読できないから、味方に占い師がいる時は、しっかりね、フクロウが欲しいタイミングで手を貸して、早くチャットをね、少し、まあ、殴られる5秒前ぐらいに言ってあげるとすごくいいかなと思います。まあ、といった感じで、まあ、とにかくチャットはね、打ちまくってやると、とにかくね、サバイバルの連携も上達するので、よかったら試してみてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。